一番最初に中国に取材に入った時に私はそういうものに触れたわけでありますから、関心はずっと抱いていた。一番伝えたいのはやっぱり若者たち、特に少数民族の、ね、若者たちがみんなで自分の力でその、貧困から脱却していこう、脱出していこうということに取り組んでいると。でそれも自分たちのチベットの文化というものをですね、そういったものをこう日本の視聴者の人たちにもですね、やっぱりこうそういうけなげに取り組んでいるその若者たちの姿っていうのを特に日本の若い人たちにもね見てほしいなというふうに思ったわけです。そこのところにまた中国政府が力を入れて、再びその伝統的な文化を復興していこう、再生していこうという取り組みということは素晴らしいことだと思います。でチベットの人たちにとってもそのことはですねいいことだと思うし、未来がこう見えてくる、未来に向けてのこう展望が見えてくるようなものになるんじゃないかなというふうに思ってます。私の個人的なことから言うと、中国一番最初に行ったのが1985年なんですね。で大黄河という、番組の取材で黄河の源流を訪ねたところで、辺のこう何て言いますかね、草原の草の香りと空気感と抜けるような青空というのは、それが最初にね中国で私が体験した最初の中国の姿なんですよ。でそれと同じ場所で同じようなこう空気感のあるね場所で、新しい文化の創造に取り組んでいる若者たちの物語だというので、私の個人的な思い出も含めてぜひそういったところの番組をね取り上げてみたいなというふうに思ったんですよね。